これはね、ベンタインの夜に。ここは西側ゲートって書いてある。西ゲートって書いてあるんですよ。西側。まあいいや、そんなこと。ここは、ガーナイユ。ここはね、まあやっぱり外国人がやっぱ運転多い。女性のね、刺繍のものは結構人気なんだけど、マレーシアの女の人が多いんでね、まあ、買っていくのもほとんどそういう人なんだ。人間がある。あれはね、偽物の時計だ。じゃあこんな感じかな。これもね、偽物のバッグがあるんですよ。グッチとかシャネルとか。なんだって。なんだって言われたの。それなんでもねえけど。これもまあイスラム教の人、あれもマレーシアの人かな。マレーシアの人が多いですと言っていた。食堂もあった。あ、あんな感じだね、南側、そう、ここはね、南側のね、ゲート。だもんって、鼻とか。夜は賑やかなんです。ベトナムの人はだいたい夜出歩くのが好きだ。自然にそうなる。まあ、ここはほとんど外国人だけど、これがね、東側のゲートの方だ。まあ、ここは大体何でも高い。基本的に。ここは食堂だね。
今4万5千ドンとか言ってたな。あ、違う、ボンチャムついたから450万ドン。随分高い話だな。1桁も違う。2500円になりました。絶対食料も高いじゃないですか。財布が10万ドンでバッグが15万ドンでしょ。これ偽物だよ。だから10万ドンってことは400円、こっちがだから550円ぐらいか。来来来来お、昆虫の剥製だね。お兄さん、誰が日本語で話しかけるの。お箸、うわ、ほんほんまやで、てん、てん、びっくらあんま。どうぞ見てください、お兄さん。お、やっか、ほっきんやな。これで韓国語とか中国語とか、まあ、英語ももちろんそうだった。いや、本物。本物、本物。本物、本物。いや、本物。本物、本物。びっくりあんま。で、でらま。いや、まか。買わないよ。安い。高いから買わないよ。これはベトナム語のダジャレだな。アイフまあ、ここは人が多いな、レースで。夜は大体どこも混んでる。カメラあとちょっと暗いかも。ここがだから正面で、ね、あ、昼間撮影したけど、そっちがだからバス停で、ここは正面玄関。おや、いいインチやな、多いから。実はあの高い建物はヒュンダイが作ったらしいんだけど、まあ韓国人が多いね。全体的には本文人や。おはようございます。こんなところには行かないよ。
まあ、ジッポのドリンク。ここまあ、余裕。レロイ通りですね。あ、戻ったな。DVD です。立ち物もあったんですけど、日本のねアニメとかそういうのがなんかあるきれいに、ね、ちゃんとベトナム語の吹き替えになってる。これ映画とかもあるここにあるのもそうだね。これもそうだね。映画をさ吹き替えてる。これはベトナム語だね。có bảo thi được không?Bảo thi Huy Trang nè. Thờ Khở Miên. Minh Hà. Đưa ra mình có 歌手の名前を探してもらう。まあそんな簡単には見つからない。相手買う。露天。